ちは。今日は釣り場でもできる枝針の出し方、作り方についてやっていきたいと思います。で、できたものの強度テストもしたいと思います。やっぱり釣りをしていると2本針にしたいとか胴突きをやりたいとかってあると思うんですけども、仕掛けを持っていないからできない、作り方を知らないってことあると思うので、簡単なやり方をやりたいと思います。で、やり方なんですけど、枝の出し方にもいろいろあって、ビーズを使ったものとか編み込みとかあるんですけど、ビーズがないとできなかったり、編み込みは釣り場でするには少し手間がかかるので、針と糸だけですぐにできるやり方でやっていこうと思います。まずは枝になる部分の糸をカットします。長さが結んでしまうと少し短くなるので、長めに切って結んでからカットするといいと思います。で、元になる糸に今カットした糸を重ねます。そして重ねて二重にしたところを輪にします。輪になったところに1回2回3回と通します。そしてグッと締め込みます。この締め込む時に糸が摩擦で傷まないように湿らしてから締め込んでください。締め込んだらこの余分な方の糸をカットします。で、ここが抜けないようにこの端っこの余分な方をライターで炙って焼き玉を作ります。この時にこの必要な糸の部分を傷めないように気をつけてください。これで枝ができました。で、ここに針を結んでいきます。はい、これで完成です。で、針の数をもっと増やしたい場合は、この先にまた同じようにここに枝を作って針をつけてもらうと、2本針、3本針、4本、5本と増やしていくことができます。こんな簡単な仕掛けだと強度が大丈夫か気になると思うので、テストしてみようと思います。今回使った糸がクロロカーボンの10本、35ポンドで、強度的には15キロちょっとです。 2.5 キロ、5キロ、7.5 キロ、10キロをテストしてみようと思います。で、針だと少し危ないと思ったので、この先にスナップをつけて、ここに重りをつけてテストしてみようと思います。それではやってみます。はい、じゃあまずは 2.5 キロからですね、やっていきたいと思います。はい、 2.5 キロは結構余裕でいけましたね。はい、次5キロやっていきたいと思います。はい、次は5キロ、はい、やっていきたいと思います。はい、いけました。はい、5キロも OK です。じゃあ次、7.5
ロやっていきたいと思います。はい、じゃあ 7.5 キロやっていきたいと思います。ちょっと 7.5 キロになってくるとかなり重たいですね。はい、いけました。これぐらいになってくると上げる方も結構きつくなってきます。はい、じゃあ最後10キロやっていきたいと思います。はい、10キロ切れてしまったんですけど、じゃあ編み込みだったらいけるのかどうか気になったんでやってみたいと思います。じゃあ編み込みの部分は無事です。このサルカンとの結び目で切れてしまいましたね。やっぱり編み込みの方が強度的には強いと思います。はい、ということで強度テストをしてみましたが 7.5 キロはいけました。編み込みの方はおそらく10キロでもいけそうな感じがしたんで、ドラグ設定がだいたいラインの強度の3分の1程度に設定すると思うんですけど、実際に釣りをするんであれば十分な強度だったんじゃないでしょうか。2本針や3本針で釣るものといえば青物が最大だと思うんですが、それくらいなら十分釣り上げることができそうな感じがしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。